宮崎清から1970年1月20日は日本の実業家、三井物産社長や立川美新会長、日本ユニバック会長等を務めた。愛媛県今治市生まれ、東京高等商業学校卒業後、三井物産入社。1943年三井物産常務取締役。1944年から三井物産社長。 同年大象会場火災保険取締役。第二次世界大戦後、三井財閥の解体にあたり、スミーカツオ三井本社筆頭上無理事らと、連合国軍総司令部との交渉にあたった。1946年電気化学工業特別管理人。三井物産解体後は、白葉貿易社長、立川ミシン会長、日本ユニバック会長等を務めた。 現代仏庫社辞典創作員、昭和元年平成23年1日外、アソシーツ株式会社、2012年、1205ページ。AB、データベース、愛媛の記憶愛媛県障害学習センター、杉武市、東京交渉の修学旅行と、その報告一橋大学附属図書館、研究開発室、年報、4から22三井物産。 挑戦と創造、三井物産100年の歩み渋沢社市データベース、対象会場火災保険、対象会場火災保険株式会社40年市、渋沢社市データベース三井財閥の解体、三井広報委員会電気化学工業、電気化学工業株式会社35年市、渋沢社市データベース、戦後日本経済の混乱と改革同志社大学。ありがとうございます。